立川バス水ほ営業所。立川バス水ほ営業所は、東京都西多摩郡水ほ町箱根ヶ崎屋台池周り640の位置に所在した立川バスの営業所である。2018年7月1日をもって、灰島営業所と共に、福佐営業所に統合され、廃止された。JR 八高線箱根ヶ崎駅近くに位置し、立川駅から、 三つ富士四モール武蔵村山、大梅街道方面へ向かう路線、及び、秋島駅発着路線を担当し、担当地域は、水穂町、武蔵村山市、秋島市、福佐市立川市、羽村市に及ぶ。車番として付される、営業所記号は M。すべての路線が、閉鎖時に、福佐営業所に移管された、立川駅から、 陸上自衛隊立川駐屯地の東側を通り、砂川から武蔵村山市役所へ出て、大梅街道を精神する路線で、水保営業所の開設当初から運行を続けていた。2017年現在では、早朝の立川駅方向と、夜間、平日22時以降、土曜、休日19時以降の営業所方向、及び、平日午後の立川駅行き1便のみが、 設定されている。両系統、往復とも箱根ヶ崎駅へは立ち寄らず、さらに立10から2は、三つ富士地区を経由しないため、所要時間が若干短くなる。三つ富士地区を経由する立10から1は、行き先表示に、三つ富士の文字が追加されている。武蔵村山会館は、武蔵村山市役所と、身元への機関に位置する折り返し場だが、 立11から2以外の路線は停車、経由どちらもない。武蔵村山市民会館に到着した便はそのまま、水戸営業所へ改装される場合もあり、適当な立川駅方面への便がない場合は、武蔵村山市役所、または三本江の木まで徒歩で移動する必要がある。三富士地区は半時計回りの経路となっており、立川駅から来た便は、三富士。 三富士住宅の順に停車して、改装となるが、水穂営業所からの出庫便はまず三富士へ向かい、三富士から営業運転を開始、次に三富士住宅を経由してから立川駅方面へ向かう。このため、三富士三富士住宅の停留所では、立川駅行き、三富士住宅行きの両方が一つの停留所に停車する状態になっているので五条に注意が必要である。 立川駅から、武蔵村山市役所を経て、箱根ヶ崎方面へ向かう路線で、箱根ヶ崎駅東口を発着する。水戸営業所の出入庫、立10から1.10から2を除いては、立13、立川駅、4モール武蔵村山と並ん水戸営業所の主力路線で、全線を60分程度で走行する。立1二から1一二から二が終日にわたって、 運行され、日中割率12から2、それ以外の時間割率12から1が設定されている。律12は、三つ富士地区を経由せず、砂川3番から砂川7番、立基本社を経由して、立川駅へ向かう路線で、2017年現在では、箱根ヶ崎駅発の片道1便のみが、設定されている。日産自動車、村山工場跡地に建設された。 イオンモール武蔵村山旧ダイヤモンドシティミューのオープンに合わせて、立13が2008年2月16日に新設された。その後、イオンモール武蔵村山へのアクセス路線の強化を図るため、箱根ヶ崎駅からのアクセス路線として、イオンデイチが2010年4月16日に新設された。現状では、イオン01は箱根ヶ崎駅からのアクセスというより、 立13、小23、秋島駅、イオンモール武蔵村山の出入古路線という位置づけとなっている。秋島駅発着路線の最主力で、基本は小22である。いずれも本線は西武立川駅入口、松中団地北経由、江田番は西武立川駅西、立川7中経由で、本線は利用者が多い立川駅からの路線と経路を。 重複さるることで混雑の均等化を図っている春なずか IHI 方向は小22として IHI までの営業運行がほとんどであるが秋島駅方向は平日は半数が春、名塚始発の小26に半数程度が振り替えられる。そのため春名塚 IHI 間の本数は秋島駅方向の方が少なめになっている。IHI で終点となり、 春名塚から営業運行する便には IHI、春名塚間,間は改装となる。土休日は原則として両方向とも小22で運行される。秋島駅稲平大南交差点間は後日の小23と合わせて毎時2から3本程度が運行される。枝番系統は本数はどれも少なめであり、本線系統の保管の側面が強い。 どちらも秋島駅から残堀方面に向かう系統であり、メインは小23。小23は2008年2月16日のイオンモール武蔵村山オープンに合わせて新設されたもので、松中団地北から残堀まで直進し、三つ富士経由でイオンモール武蔵村山へ向かう三つ富士住宅は京市しない。本数は毎時1本程度。小は 秋島駅から残堀、ボリ、三藤住宅経由で、箱根ヶ崎駅へ向かう、中距離路線で、小23、秋島駅、イオンモール武蔵村山とことなり、三藤住宅を経由する。ただし本数は少ない。福佐駅から、水穂と A 住宅及び、工業地帯周辺を走る路線。平日は、福佐駅ひばりがお家庭留所間で、工場通勤客の利用が多い。 福十二、水穂都営巡管は33号棟前で、時間調整を行う。福十三は、福斎駅発着路線の出入口を兼ねている。福十四は、2010年4月16日の、水穂営業所管内ダイヤ改正で、経路変更を実施した。大目線羽村駅から、羽村団地、羽村動物公園を経由し、大目街道を通信して、長岡、 箱根ヶ崎駅方面へ向かう。かつて、羽村団地は、羽村駅方面のみが停車しており、箱根ヶ崎駅も西口ロータリー整備前は、東口発着だった。羽十13は、平日16時台の運行、かつ到退では、長岡方向の停留所に停車するため、通常の羽村駅方向とは逆方向となる。羽14は、羽村駅出発後、 富士見平2丁目まで無停車となり、箱根ヶ崎駅到着後は、上記の副車線へ銃当される。武蔵村山市のコミュニティバス、武蔵村山市内循環バス、MM シャトルを運行受託している。運行開始時に担当していた、浄水営業所から遺憾された。詳細は、当該記事を参照。三菱不装製の車両を中心に配置されている。 コミュニティバス用の小型車は、日野自動車の車両も在籍する。過去には、ハイジマからの分割時に移籍した日産ディーゼルの、富士重工ボディ車や、イスズ自動車の中型長尺車も導入されていた。大型車は、三菱不装、エアロスターのノンステップ車両が大多数を占める。日産ディーゼルスペースランナー RA の OEM 車種である、エアロスター S も在籍する。 2016年までに、キロリットル MP が、相次いで除籍、または転属したため、他の営業所に比べて、新車の比率が高く、在籍車両の割合において、AT 車が多数となった。中型車は、エアロミディ MK が2台在籍する。M218 号車は、水保営業所唯一の中型ワンステップ車。M251 号車は、ノンステップ中型長弱車となっている。 なお、M218 号車は2018年6月現在、一般運用から退き、C356 号車と共に、ヤマト運輸の特定輸送に使用されており、塗装もヤマト運輸の配送車と同様のカラーに変更されている。小型車は、武蔵村山市、コミュニティバス、MM シャトル用として、三菱不装、エアロミディ ME、日野、リエッセ、日野、ポンチョが在籍する。 3X キャラクターのラッピングバスが在籍する M956 号車は浄水営業所から転入したリラックマバス3号車ピンクだったが2016年9月末をもってリラックマバスとしての運を終了し通常の立川バスカラーへ戻されたその後2016年4月より M810 号車がリラックマバス新3号車ブルーとして運行開始した また2015年3月より M971 号車が隅っこ暮らしバスとして立川駅発着系統及び福線駅発着系統日曜夜間のみで運行中である過去の特徴的な車種として10.5メートル中型長尺車のイスズ・エルガジェイが在籍していたこれは日のレインボー HR の OEM 車種で販売台数は多くなく イスズブランドのエルガ J として導入したこと車は限られていた。立川バスのエルガ J は2004年式 PKHR7J パックとして8台が導入され、うち6台 M401、M405、M408 が水保営業所に配属された。シティバス立川灰島営業所にも2台 H406、H407 が配属されたが、在籍台数は 水穂営業所が最多であった。中型ボディのためラッシュ時の詰め込みに難があることから、立川方面への路線の提供はなく、新生児に幾度か入線したのみで、主に秋島、福佐、羽村を発着する路線に運用された。エルガ J は2015年3月中旬までに全車が除籍された。2018年6月現在、立川バスの営業所では唯一、 八王子自動車検査登録事務所管内に所在していたため、東営業所から移籍して、副社営業所の所属となった車両はそのまま八王子ナンバーとなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。